はい、こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはセーターです。セーターなんですが、ペンギンのね、お腹のところ、白いところにね、赤い色がついちゃってるんですよ。まあ、ペンギンだけじゃなくて、白の部分にですね、赤い色がついてしまったんですが、原因はですね、色移りなんですね。で、ウール 100% のセーターなんですが、お客様ご自宅で水洗いをなさったと。で、水洗いをした時に色が出てしまって、白いところに色が移ってしまったというふうな内容でございます。こういうところ、あとはペンギンのこういうところ、ここもそうね。はい、あとこっちとか、こういうところ、これ前ですね。で、後ろ身ごろにも確かあったな、あったな、後ろ身ごろはここです。はい。でね、このセーターはウールリッチ、ちょっと逆さまだ、ウールリッチのセーターでございます。素材はウール 100%、 そうですね。でお洗濯表示はついてないのかな。ドライクリーンって書いてあります。ここにはドライクリーンって書いてある。でね、お客様ね、水洗いしたというふうなことなんですが、僕が見た感じ、そのフェルト化してる、その水洗いをしたことによって、ウール素材の特性上ですね、縮みですね、縮み、型崩れ、フェルト化といった望ましくない変化が生じてないので、大変上手に洗えたなと。もちろん上手に洗えたって言っても、色移りしてしまってるので、上手に洗えた、成功したわけじゃなくて、失敗っちゃ失敗なんですけども、まあやっぱできればね、そのドライクリーニングをした方が良かったですね。でもまあやってしまったものは仕方ないので、全くね、違うものから色移りしてしまったものじゃなくて、この赤から色が出てるっていうのが非常に厄介ですね。ペンギンのこの黄色の足のところもちょっと赤くなってますね。まあ、部分的に染み抜きをする範囲をちょっと超えちゃっているので、全体処理をしようかなというふうに思っているんですが、全体処理をした時にですね、色移りしてしまっている赤いところが落ちるような作業をした時に、どん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 こっちの赤からも色がドバ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 出てしまってっていうふうなことで言うと、いたちごっこになっちゃうので、確かにここは取れたけど別なところに赤いシミができたなんていうふうに言ってしまっても元も子もないですし、その辺をですね、色止めをした方がいいのかとか、色止めを効かせる感じと、そのシミ抜きをする感じとバランスを取っていくか、あとはこの風合い、質感、サイズ保たなければならないのでね、そういったウールを水洗いする際に気をつけなければならないことも含めて、作業したいと思います。はい、こちらペンギン仕上がりでございます。やっぱりね、すごかったです。赤いところからの色出が本当にすごかったね。ちょっとね、作業途中でやめましたもん。これはちょっとまずいということで、ムラムラになっている、そのペンギンの白いところがムラになっているところが仮に取れたとしても、この白いところが全部赤く染まってピンクになるんじゃないかっていうぐらい、ちょっと色が出てね、びっくりしたんですが、途中で作業内容をね、修正しまして、あの手この手を駆使しましてですね、綺麗にすることができました。本当に良かったですね。これぐらいであればね、全然着ていただけますでしょ。何の違和感もなく着ていただけると思います。まあ、完全に取れたかといえばね、若干薄く、分かりますかね、若干ですが薄く、この辺ほらまだ赤いんですけど、まあでも お預かりの時と比べればね、雲泥の差でございますので、これなら着ていただけると思いますよ。これ裏、後ろ身頃ですね。後ろ身頃のペンギンはどこにシミがあったのかと言いますと、確かね、ここ違う、こっち、もうね、あれどっちだっけっていうのが分かんないぐらいになってますから、まあ、大丈夫ですね。
いやいやこんなに色が出るんだなと思ってちょっとびっくりしたんですけど、でもねニットそのものはウール100なんですが水洗いしやすいニットでございますね、望ましくない変化としてフェルト化したりしないですし、サイズも変化しないですし、まあ今後いろいろね工夫して浴中柔軟剤であったり防縮剤であったり、その専用のねプロのウェットクリーニングに必要なものというのはですね使わせていただいたんですけども、それでもお客様からお預かりした状態のサイズを全部保った状態でね綺麗になったと思います。その赤からたくさん色が出たというふうなことなんですが、パッと見その赤い色がねムラになったりワントーン薄くなったりもしてないですし、まあ、成功だったと思います。よかったですね。はい、それではまたね次のシミ抜きでお会いしましょう。ありがとうございます。武田クリーニングでした。